車の Z が趣味、はい、今日置いてあるのは S30Z と呼ばれるモデルですね。全然別物になってしまうっていうのがやっぱりこのエンジンの魅力。なるほど。いつもお世話になっております、 JMC の鈴木です。今日はロケですか、こちらは。こちらですね、横浜都筑区にあるパムスさんという川崎の空冷 Z の専門店になります。以前お話ししたフェラディ Z の、L 型ヘッドのプロジェクトにあるんですけど、まあ、このパムスの吉岡さんという方が、まあ、きっかけになった方なので、まあ、その方にちょっといろいろお話を伺いたいと思います。はい、こちらがパムスの吉岡さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めて整理しますと、はい、吉岡さんは車の Z が趣味、趣味です、はいはい、で、本業はバイクの Z と。バイクです、はい、まあ、とにかく Z が好きな方ということなんですけど、はい、で今回は趣味の方の車の Z の方の話を伺っていきたいと思います、はいはい、まず吉岡さん、この Z、はい、これは吉岡さんのですね、これは今日置いてあるのはうちのスタッフの、Z です。 S30Z と呼ばれるモデルですね、はいはい、これで多分今何年ぐらい前ですかね、はい、これがですね1975年製なんで、まあ、50年までいかないですけど、かなりもう古いもんです、はいはい、まあ、この50年近く経っても、はい、未だに結構乗られている方いっぱいいるじゃないですか。そうですね。その魅力って何？まあ、ちょっと一言で言うのは難しいんですけど、やっぱり生々しいというか、やっぱり今の車にはない鉄で走ってるぞっていう感じの、そうですよね、はい、作りとか、まあ、いろんなものがダイレクトですよね、まあ、快適さは皆無なんですけど、はい、これもいつから吉岡さん乗られてるんですか？いや、僕らが乗ってるのはそれほど実は、こっちは長くなくてですね、はい、まだ乗って 4,5 年です。いろいろこうカスタムしながら、そうですね、チューニングしながら。一番いじられてるのって、はい、エンジンですか？やっぱりエンジン。外装をいじるというよりは、そうですね、まあ外見で言うと、まあ、本当はこのオーバーフェンダーと呼ばれるこういうものがこのモデルではついてないんですけど、うん、まあ、つけたり、まあ、ちょっと車高が下がってたりはしてますけど、やっぱりこの車の要はエンジン、エンジンですね、はい。まあ、ここをいじる中で今回L 型ヘッドを新しくつけたいと。そうです、はい、とんでもない展開になってます。ちょっと一回エンジンルームを見てみたいと思いますけど、はい、じゃあ開けてみますか。はい、お願いします。はい、はい、これがエンジンルーム。はい、そうです。このやっぱりエンジンルームで見たときに、こう何かこだわりのポイントってありますか？まあ、基本的にはやっぱりチューニングなんで中身なんですけど、うん、まあ、見た目で分かるのは、まあ、最近ではちょっとレアになってきてるこのソレックスの50倍キャブレーターという、このキャブレーターですね、うん、なるほど。まあ、今新しい車のインジェクションですから。そうですね、はい、それとまあちらっとこの下に見える、まあ、エキゾーストマニホールドと言われる、まあ、お決まりです、ね、はい、盗聴駅マニですね、はい、これが61と言われる、まあ、6本を一気に1本に集合させるっていうこだわりで作ってるものですね。なるほど、はい、こうあまりこうエンジンルームの見栄えというよりはもう走りに特化した、走りに特化してますね。 L 型、いわゆる L28 って、うん、皆さんいじるじゃないですか、はい、カスタムするじゃないですか、ええ、はい、何が魅力なんですかね。まあ、L6 と言われているこの6気筒ですね、うん、直列6気筒なんですけども 2000cc という排気量から、うん、だんだんこう排気量上がってですね、最終的にこう L28 という 2800cc のエンジンに行き着くんですけども、はい、簡単に言うとノーマルエンジン非常にどんくさいんですよ、はい、でまあ、当時は日産の6気筒全部これで、うん、セドリックとかグロリアとか、はい、ああいうおとなしい車に乗ってたようなエンジンなんですね、はいはい、で元々は本当にもう120、30馬力ぐらいしかなかったエンジンがですね、うん、もうバリッといじると本当にそうですね300、まあ、半ばぐらい350、60、80馬力って本当出てしまう、こう見た目は変わらず
全然別物になってしまうっていうのがやっぱりこのエンジンの魅力。なるほど。結構世界中でこれ愛され続けるエンジンというか。そうですね。特にこの、はい、まあ、日本で S30、北米では、240Z を 240Z と言われたと思うんですけども、はい、北米ではかなり数が出てますね。はい、出てますね。はい。まあ、ヨーロッパ、北米、相当数いってると思います。はい。なるほど。結構世界中でこう、皆さんカスタムされてる。そうですね。っていうのが、まあ、はい、50年続いていると。うん、そうですね。50年近く続いている。はい、それはすごいですね。で今回この L 型のヘッドなんですけど、なんでやっぱりこう新しく作りたいっていうところがあったんですか。まあ、このヘッド自体がだいぶ貴重になってきてるっていうのもあるんですけれども、ね、はい、このヘッドを、チューニングしていくとですね、うん、燃焼室をこうコンパクトにするためにこうアルゴン溶接で埋めたりとかですね、はい、まあ、ポートも限界まで手で削っていくんですけども、はい、そうするとウォータージャケットを貫通して穴開いてしまうとか、はい、まあ、なかなかリスキーなチューニングなんですよ。はい、リスクをあまりこう抱えず、うん、あまり時間もかけず、うん、ポンとこうヘッドを乗せるとフルチューンが出来上がりってヘッドがあったら、うん、まあ、僕らは嬉しいなと、はいはい、っていうご依頼をいただいてですね、はい、今我々作ってるんですけど。そうですね、はいはい、実際に CT とかも撮らせてもらって、はい、結構危ないですよね。そうですね、僕も見てびっくりしました。皆さん結構手で狙われてるんで、うん、あの肉厚とかもうギリギリまで攻められてるんで、うん、結局穴が開くまで分からないんで。分かんないんで。はい、はい。はい。っていうところで、まあ最初からまあちょっと安全も見たヘッドを作ろうという。そうですね、マージンを取って。まあ今、現段階でちょっと1個目試作作って、次に7月中にはもうそのヘッドを鋳造品までは出来上がるという今ところまで来てて、8月中にはもう加工まで完了して、1回実機に乗せて火を入れると。ああ、火入れ。火入れ。楽しみですね。まで行きますので。うん、ぜひご期待ください。はい、期待します。はい。